はい、皆さんこんにちは、大沢さとしです、大変ご無沙汰しちゃって申し訳ございません、今日はですね、台湾から昨日帰ってきて、実は事務所にいまーす。けど見てください、これ、来週中国ですけどね、こう中国の街並みを歩くような感じで、お詫びの動画投稿になりますけど、先日ですね、ほら100のコツのねビデオを作りますっていう、皆さんにお伝えしたんですけど、なかなかあれから時間がなくなっちゃって、動画の作成もできないで忙しくしていますということで、お待たせしちゃって大変申し訳ございません。お詫びと言ってはなんですけどもね、今年1月12、13と行われました浜松商業高校定期演奏会のゲスト演奏の模様をね、何曲か皆さんにお聞き、聞いていただきたいと思いまして、浜松さんに許可を得てですね、まずはね、今日はスマイルという曲から聴いていただきたいなって思います。それではどうぞ。
皆さんいかがだったでしょうか。吹奏楽部の皆さん素敵な演奏だったでしょ。私もね、気持ちを乗せられて、そうですね、オカリナでああいうなんかこうセンチメンタルとか愛情たっぷりっていうのはなかなか難しい表現になるんですけどもね、気持ちよく演奏させていただいたことを覚えております。というわけで、ここから、数回はですね浜松さんとの演奏をご紹介して、その間に、百のコツの方のね、構成をちょっと作っておきますんでね、楽しみにしておいていただければと思います。ですね、このこれ中国のどこの町なんだろう、どこかの町の風景、からお届けいたしました。動画をですね、お気に入りいただいた方、ぜひ、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた、さようなら。